こんにちは。こんにちは。新版の発表させていただく若杉春彦です。今回自分発表初めてなので、でも初めてなりに精一杯やってみんなに伝わったらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち新版は長崎丸の長崎丸っていう船形の進歩についてちょっと注目して発表したいと思います。三井さんのスライドであったように長崎丸は実は今3代目で、これがこちらが初代になります。こちらの初代は昭和27年に作られて27年に作られました。今から考えると60年前になります。でこちらの全長 28.5m になっております。で 28.5m となればちょっと例えがなかなか浮かばないんですけど、あ、ちょっと分かりますね。こちらのペットボトル、横にして134本分ぐらいの長さになります。すげえ。多いですね。これをちょっと134本並べたら、初代の長崎丸の長さになります。で、こちら、失礼します。2代目の長崎丸になります。こちらは昭和39年に作られまして、今から48年前になります。でこちらも、なかなかかっこいい、自分が好きな形なんですけど、ちょっと好きです。まあ、じゃあ次のスライドいきます。はい、こちら今現在、今回乗ってきた長崎丸になります。こちらは昭和61年に作られまして、実は今26歳です。この船が誕生した頃、茂木さんは9歳の頃でした。ああ、そうだ。9歳の頃に作られた船です。で、こちらの3枚のスライドを見ていただきましたが、この3台の船ともちょっと違うところがあるんですね、少し。で、何が違うかと言いますと、実は船首に違いがあります。こちらの船の船首3つに並べてみますと少し大きな違いがありまして、こちら実は船のここの傾きが違うんですね。こちらの傾きが違うということがどういうことかと言いますと、初代から今までにかけて60年間をかけて、この前の形がだんだん傾斜が傾斜がなくなってきてる、でなくなるっていうことはどういうことかと言いますと、水の抵抗を減らして燃費を軽くするっていう風な働きがあるそうです。船首をやっぱ鋭くすることによって抵抗を減らして波を裂いていくっていうことになっています。でこちらもう一つ違いがありまして、船首の船底の方に実はバルバスバウというものがついていまして、ここによく見るとここにボコって出てる部分があるんですよね、船というのが。こちらは今現在の船だけであって、初代と2代目にはないんですね。こちらのこれがどういう役割を働いているかというと、こちら船のバランスを支えるためについています。どうしても線形を鋭くすると前が軽くなっちゃうんですね、後ろが重くて、ことは叩かれて船が揺れやすくなる、バランスが取りにくくなるということで、ここにバルバスバウという重りをつけて船をちょっと沈めて、波が出過ぎないようにコントロールをしているような状態になります。でもここに一つちょっと疑問が浮かんだんですけど、線形を鋭くして抵抗を減らしているのに、ここで抵抗を使ってるってどういうことなのか。ここでちょっと違いはちょっと分かんないですね。どちらが燃費が良くて燃費が悪いかちょっと分からないですが、ここまで無事に沖縄に来れたのも、バルバスバウンドかなと。バランスを取ってくれたからここまで来れたから。船酔いがだいぶ楽になる、そうですね、船酔いを抑えるおかげも来れたなと思います。以上で新版の発表終わります。すごいよ。ありがとうございました。